東アジア最大のスラム街、トンドの最下層、ハッピーランド。山林生活。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。本日訪れたのはマニラの北側、中心地から10キロメートルほど離れたトンド地区です。この辺りはフィリピンで一番人口が密集しているエリアで、半数が貧民というスラムが多い地域のようです。スモーキーマウンテンがあるのもこのトンド地区です。私はフィリピンをずっと下に見ていました。いわゆる発展途上国でイメージがあまり良くない。衛生的でないし民度も低い。このようにイメージがあまり良くないのは、テレビで見たスモーキーマウンテンが理由です。ホームレスが不臭の漂うゴミの中でお金になりそうなものを拾い集め生活をしている、そのイメージがありました。あのゴミの山が衝撃的だったのです。なぜゴミを燃やさないんだろうと疑問に思っていたのですが、それには理由があるからです。フィリピンでゴミを焼却しない理由は、燃やすと大気汚染となるから。フィリピンは大気汚染がひどく、現在も日中は空が白けていて、空気が汚れているのが肌で感じられます。そのような状態でゴミを燃やすと、さらに大気汚染がひどくなるため、焼却せず自然の力で土に還元させるようです。微生物の力で土に返させる、いわゆるコンポストのようなものでしょうか。とは言ってもフィリピンではゴミを放置するだけ。オープンダンピングという形で、ダンプカーに積んだゴミをゴミ捨て場に重ねて捨てていくだけです。塵も積もれば山となるって言葉の通り、ゴミが山となったのがスモーキーマウンテンです。生ゴミが腐敗し徐々に土へと変わるわけですが、その間にメタンガスが発生します。発酵によりガスが発生、それに自然発火して年中煙が上がっていたのがスモーキーの名がついた理由なんだとか。燃やさずに自然に返す、ゴミが堆肥となり緑豊かな土地となる。このように自然のサイクルに任せるのは素晴らしいのですが、現実的にはそのようにはいきません。生ゴミなど自然に還るものであれば良いのですが、ゴミはプラスチックや瓶、缶などの不燃製品や自然に還元しない物質が含まれます。フィリピンはゴミの分別が義務化されていますが、実際は守られておらず、生ゴミもプラゴミも一緒に回収されています。プラスチック製品を使わないように法規制し、レジ袋は紙袋へ、プラの包装紙にも課税されているようですが、こちらもうまくいっておらず、プラゴミは変わらず排出されているようです。これらのゴミを土に埋めたところで還元されず、それが残ったままになるのです。ただそれらを回収する人がいるのです。日本でも隅田川沿いに空き缶を集める人がいます。集める理由はそれが売れるから。マニラでもリサイクル品は売り物となります。スモーキーマウンテンにはゴミを拾い生計を立てる人、スカベンジャーが多くいました。ゴミの山の中に住み、ゴミの中から売れるものを探す人たちがそこにいたのです。しかしスモーキーマウンテンは1995年に閉鎖されました。閉鎖した理由は許容量がいっぱいってのと、イメージ改善など様々あるようですが、そこの住人は立ち退きを余儀なくされました。しかしマニラ首都圏では1日あたり1万トンのゴミが排出されます。つまりそれを処理する場所が新たに必要なのです。それを担ったのがマニラ首都圏の端っこにあるパヤタスダンプサイトってところ、通称スモーキーバレー。
パヤタスの最終処分場自体は1960年代頃から運用されていたそうですが、スモーキーマウンテンの閉鎖により、そこに住んでいたスカベンジャーらがスモーキーバレーに移住してきたことで世に知れ渡るようになりました。スモーキーマウンテンと同じようにゴミの山の中に不法に住宅を建て、そこに住んでいたそうですが、2000年にゴミの倒壊事故が発生。それにより200名、実際は800名以上が亡くなったそうです。この事故により一時閉鎖したものの、ゴミ問題は解決していないため、すぐに再開しました。ただスモーキーバレーも2018年に閉鎖となりました。悪臭もするし見た目も良くない、そしてゴミ処理の限界があるってことで、フィリピンではゴミ処理の手段を変えました。現在のマニラのゴミ処理はオープンダンピング方式ではなく、各所に衛生埋め立て場を設けてゴミを処理しているようです。そのためスモーキーなんちゃらってのはもうなくなるのでしょう。このようにゴミ処理の方式で翻弄されてきたスカベンジャーの人たち。スモーキーバレーやマウンテンが閉鎖されたら職を失うわけですが、今は新たな形式で仕事をしているようです。自然に帰るゴミは衛生埋め立て場で処分されますが、市民の分別が守られているわけではありません。その状態では捨てられないため、最終処分場に持っていく前に分別作業をしなければなりません。それを担っているのがゴミ集めをしていたスカベンジャーでした。ゴミの分別をしてそこから有価物を探し出す。結局やっていることは同じですが、彼らの仕事によってマニラのゴミ問題は改善しているのでしょう。本日はそれを見るために街を歩きます。ここにウェルカムと書かれた看板があります。以前はハッピーランドと書かれていましたが、現在は取り外されています。すげえ怪しさ満点です。幸福の地と名付けられたこの場所、しかしハッピーな雰囲気はない感じ。本当かどうかわかりませんが、ビサヤ語でハピランはゴミ捨て場って意味なんだとか。調べたところハピランは触るって意味でしたが、別の意訳もあるのかもしれません。まあここは幸せな雰囲気のある街ではないし、ゴミ捨て場って名が似合うところでもあります。ネット上でその名前が知れたからでしょうか。現在はその看板がありません。看板にはウェルカムと書かれていますが、入るのをためらう雰囲気だし、部外者が入るのを好まない感じ。入り口には門番のように地元の人が立っています。私は明らかに部外者だし、フィリピン人ではないのが外見でわかります。身なりはみすぼらしい感じにしたつもりですが、私の服装はそれでも小綺麗な格好のようです。もうすでにお腹いっぱいですが、中の様子を見てみましょう。ハッピーランドはマニラ一番のスラムのようです。スモーキーマウンテンにほど近いこの場所は、ゴミの最終処分場前の中間施設となっており、非分解性のゴミと資源ゴミを分けるようです。そのため付近にはゴミが散らかり、結構ヤバめの匂いがします。糞尿の匂い、肉が腐った匂い、ドブの匂い、マスクをしているのですが、それでも強烈に鼻を刺激します。今回この場所に訪れるにあたり、かなり気を張っていたのですが、そこまで危険な感じはしません。スラムって危険なところのような感じがしますが、貧困層の多い地域は逆に安全なのでしょう。例えば隅田川沿いのホームレスが集まる地域と歌舞伎町の最深部では、後者の方が治安が悪いし危険です。強盗もお金のないところでは仕事になりません。ここではお金のない人たちが身を寄せ合い生活をしているため、強盗をしても身入りが少なく、むしろ歓楽街の方が危険なのでしょう。
マフィアがいることもないのでしょうね。わざわざこのような場所には住まないでしょうし、おそらくここはマニラで一番安全な場所なのかもしれません。とは言ってもスラム街なのは変わりありません。私は明らかに部外者。町内でマスクをしている人は一人もいません。この辺りは新型コロナウイルスだけでなく、コロナ騒動以前から赤痢、腸チフス、デング熱、結核、A 型肝炎、コレラ、エイズなどの感染リスクと隣り合わせの地域でした。衛生的ではない上に人口密度が高い、そして満足な医療を受けられない人たちが多く住んでいるのです。このようなリスクを抱えながら普通に生活をしているのです。マニラでは一部施設を除き、マスク着用が緩和されました。でも高級住宅街に住む人たちは比較的マスクを着用しています。それとは反対に、この辺りでマスクをしてる人はいません。マスクをしているとすごい目立つため、外そうと思ったのですが、匂いがひどいためマスクを外せないんです。私が歩くたびに周りの人が見てきます。歩みを止めるとどうなるかわからず、ただひたすら歩くしかありませんでした。こちらはハッピーランドの隣のアロマ地区です。こっちの方がさらにやばい雰囲気。地面はぬかるんでいて黒い水、ほぼドブの中のような状態で匂いもそれです。この地域に住む人は素足かサンダルかの二択です。朝からゴミの分別に住民が勤しんでます。さらに奥もあるようですが道は続いていません。そこまで危険な感じはないと思いつつも、ビビって最深部までは行けませんでした。皆がゴミ処理で働いていますが、住居もあるし食堂もあります。食堂の中にはゴミの中から耐えられる食材を集め、洗って油で揚げて提供するパグパグってのもあるんだそう。私は早朝にここに訪れ、その時間でも営業している食堂はありましたが、それらがパグパグ屋台なのかどうかは分かりませんでした。そもそも店前に立ち止まることすらできませんでしたからね。またこの匂いの中で食事をするのはしんどいです。確かにトンドはこれまで見てきたマニラの中でも劣悪な環境でした。マニラ都市部にはホームレスも歩いていて、コンビニの前にはストリートチルドレンも見かけました。街は比較的清潔に保たれていますが、ここは少し不安な空気が漂っています。フィリピンでは 20% が貧困世帯のようで、世帯あたりの月収が2万円以下で生活をしているそうです。人口にすると2000万人が貧困世帯に該当します。ドント地区はさらにひどく、1日1ドル以下で生活をしている人が多くいます。そういう人たちが必死にここで生活をしています。そうなんです。必死に生活をしているだけなんです。私が少しビビっていただけで、ハッピーランド、アロマは危険ではありません。野犬が徒党を組んで歩いているため、夜間の立ち入りはリスクがありますが、昼間は襲ってくることもないでしょう。じろじろ見られましたが何かされるわけではなく、向こうからしたら私の方が不審者なのです。薬物やってそうなおっさんに怒鳴られましたが、そんなのは歌舞伎町でも日常茶飯事です。深夜の歌舞伎町2丁目や東宝シネマ横の方が、犯罪に巻き込まれるリスクが高いでしょう。それでも現金は少なく持ち、貴重品は隠しました。またスマホも外に出しませんでした。そんなわけでハピランとアロマは、ちょっと小汚いだけの住宅街です。大通りの反対側の方が危険な感じがしました。トンド地区は治安が悪いってことですが、これは、西成は治安が悪いと言ってるのと同じ。確かに悪い地域もありますが、それが全てではありません。ハッピーランドが治安の良いところ、
とは言えないのでしょうが、トンドの中では逆にマシなのかもしれません。ここはまたマニラに訪れた際に立ち寄ることとなるでしょう。今回は何もできませんでしたが、次に来た時は残飯飯を食べたいです。こちらはスモーキーマウンテンです。閉鎖されたってことですが、山の中腹には家が建ち、住んでいる人がいます。またこちらもゴミの分別をしているようです。結局はゴミから離れては生きられないのでしょう。以前はゴミから有価物を集めるだけでしたが、今では持続可能な社会の一部となっています。ただフィリピン政府はゴミ処理について方向転換の時期のようです。日立造船が現在フィリピン国内で焼却炉建設を計画中のようです。ゴミ焼却をしつつ発電をするフィリピン初のゴミ焼却施設です。令和4年度の二酸化炭素排出抑制対策事業の補助金が通ったようなので、近々この話は進展しそうです。フィリピン・マニラのゴミ問題はずっと続いていましたが、これで解決するのでしょうね。ただ、ゴミの恩恵を受けていた人たちは今後どのようになるのでしょうか。マニラは今後、貧困問題が加速化するため、それの解決をしなければならないようです。ちょっと怖そうな雰囲気でしたが、慣れれば普通の街です。要は住めば都なのでしょう。危険なこともないし、ぼったくりの不安もないです。むしろ中心地の方がぼったくりタクシーがいっぱいいます。その分こっちの方が安全なんです。行きはグラブタクシーを利用しましたが、トライシクルで帰ります。本来であればグラブを利用したかったのですが、郊外だからなのか、それとも貧困地区だからなのか分かりませんが、全然捕まりません。タクシーもおらず、唯一帰る手段はジプニーかトライシクルという速車付きのバイク。ジプニーは乗り方が不明なので、トライシクルのアンちゃんに話しかけました。ちなみにここに来るのに300ペソかかってます。トライシクルだからもう少し安いでしょう。英語はほぼ通じないらしいです。そのため目的地を伝え、マッガノと言います。こういうのに乗り慣れると、マニラの行動範囲は広がるのでしょうね。マニラを楽しむためには、地元の交通手段を理解することですね。どうしても安全面からグラブを利用してますが、できれば次回はジプニーを攻略したいです。ジプニーに乗れるようになれば、さらに遠くの街を巡れます。北に行くとアンヘレスって街があるそうです。どうやらそこは怪しい街なんだとか。次回が楽しみです。ちなみにこのトライシクルの料金は300ペソでした。絶対ぼったくられてる。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。